おはようございます。ケンです。今朝もテスラ関連の記事を紹介したいと思います。今朝のラインナップです。銀行危機はテスラの利益に対するリスクとなる。ウォール街のトップアナリスト。テスラ1億3000万ドルの評決をカットされた従業員から新たな人種偏見裁判を受ける。テスラ以外の EV をスーパーチャージャーで充電する方法。バークレーズの強気な配送予測でテスラ株が上昇。これらの記事を紹介していきたいと思います。今回紹介する記事の URL は概要欄に記載しています。僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援しテスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。まず現在のテスラの株価のチェックからしていきたいと思います。現在は 192.56 ドルとなっておりまして、先週の終値から 1.13% 上昇しています。今日紹介する記事でバークレーズの強気な配送予測でテスラ株が上昇という記事を紹介しますので、最後までご覧になってください。はい、ではまず最初にですね、銀行危機はテスラの利益に対するリスクとなる。ウォール街のトップアナリスト。こちらの記事を紹介していきたいと思います。モルガンスタンレーのアナリストアダム・ジョナス氏によると、テスラは米国の銀行危機により自動車価格の引き下げ圧力にさらされる可能性があると言います。同氏は世界の EV 市場では現在の経済の不確実性から値下げが定着すると見ています。また銀行危機によって自動車購入の資金調達意欲が低下し、融資基準の厳格化につながる可能性もあります。ジョナス氏は経済成長の鈍化と価格競争の下落が続く中、テスラが2023年第1四半期中に自動車用粗利率を最低 20% にするという目標を守ることが難しくなる可能性があると付け加えました。テスラは2021年末に過去2年間で最も低い自動車用粗利率を記録しました。ということで、最近の銀行の危機がテスラに影響を及ぼすかもしれないという記事でした。これはテスラに限らず他のいろいろな業種にも言えることだと思います。先日テキサスに在住の方とお話ししましたが、アメリカの物価の価格はすごいと言われていました。そしてそのため生活が苦しくなっている人が増えているとも言われていました。この状況を踏まえて今後大暴落が来る可能性はあると思っています。特にこのチャンネルをご覧になっている方はテスラ株をされている方も多いと思います。今は静観がいいと思います。持たれている方は10年後を見据えてそのままです。今は現金を貯めることを優先した方がいいと個人的には思っています。では続きまして、テスラ1億3000万ドルの評決をカットされた従業員から新たな人種偏見裁判を受ける。こちらの記事を、紹介したいと思います。テスラは同社の主要な組み立て工場で深刻な人種差別的嫌がらせを受けたと陪審員が認定した黒人エレベーターオペレーターに支払うべき損害賠償金を決める新しい裁判に直面しています。はい、人種差別は絶対にいけないことですので、無事に解決することとテスラのイメージのためにもこのような裁判が今後行われないようにしてもらいたいと思います。続きまして、テスラ以外の EV をテスラスーパーチャージャーで充電する方法。こちらの記事を紹介したいと思います。テスラは米国内のスーパーチャージャーサイトにアダプターの設置を開始し、一部の充電器では CCS プラグを持つ電気自動車に対応できるようになりました。テスラのアプリは各車両に関連するアカウントを認識し、充電の設定はソフトウェアベースで行われます。これによりボルボ、メルセデス、フォード、BMW などの EV の所有者は多くのスーパーチャージャーステーションを利用することができます。
テスラは全世界で約4万機、米国では約1万7000機のスーパーチャージャーを保有しており、バイデン政権は2024年末までにテスラ以外の顧客に3500機のスーパーチャージャーを開放し、さらにホテルやレストランに4000台の低速充電器を設けることを予定しています。これはアダプターを設置しているということなので、各個人が買う必要がないということなんだと思います。これは親切ですよね。ほんとそう思います。なぜなら僕もテスラに乗っていますが、スーパーチャージャー以外で充電しようと思ったら、チャデモにしても自分でアダプターを買う必要があります。それも8万円ぐらいします。なのでスーパーチャージャーの開放が行われても、スーパーチャージャー用のアダプターをテスラが用意して各地でアダプターを買う必要があると思っていましたが、その必要もないということですね。これはテスラ車以外の EV を乗られている方にとっては朗報ですね。僕も先日初めてスーパーチャージャーで充電しましたが、別にチャデモの充電なども簡単にできますが、それ以上に簡単に充電できました。世界中で広がってくれることを期待しています。特に日本でもっとスーパーチャージャーが増えてほしいとかなり期待しています。では最後に、バークレイズの強気な配送予測でテスラ株が上昇、こちらの記事を紹介したいと思います。バークレイズのアナリスト、ダン・レビー氏は、テスラが2023年第一四半期に全世界で42万5000台の車両を納入すると予想し、同行のコンセンサス予想である42万台を上回ったと見ています。レビー氏によると、同社が最近行ったインベスターズデイのプレゼンテーションでは、この生産目標の根拠となるものが示されました。テスラの幹部は創業以来400万台の自動車を生産してきたと述べ、中国の状況が良くなっていることも相まって、第一四半期の生産目標である43万台は達成可能であることを示唆しました。在庫が増加しているにもかかわらず、レビー氏は、生産台数は少なくとも納車台数と同程度になり、それを上回る可能性が高いと予想していると述べました。ということで、第一四半期の結果が予想よりも好結果になることが予想された結果、今日は株価が上昇しているということですね。次のテスラ株の注目は第一四半期なので、今後第一四半期に向けていろいろと情報が出てくると思います。なので今の時点でメモとして、2023年第一四半期に全世界で42万5000台の車両を納入、コンセンサス予想が42万台という数字を覚えてもらったらいいと思います。はい、ということで今日は銀行リスク、人種差別での裁判、他社がスーパーチャージャーで充電する方法、株価上昇、これらの記事を紹介しました。個人的にはスーパーチャージャーで他社が充電する方法について、これはアダプターを自分で買う必要もないので、他社の EV に乗られている方にとっては朗報ですね。ぜひスーパーチャージャーの威力を体験してみてください。はい、このような感じで僕のこの YouTube では、テスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援し、テスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。また今回の動画も参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。今回の内容に関してはブログの方にもアップしています。ブログの URL は概要欄に記載しています。では最後までご視聴いただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。まず LINE のオープンチャットを使ってテスラの将来や未来の最新技術に関する情報交換するグループを作りました。参加費は無料です。テスラ株をされている方も多いので、テスラ株の情報とかも交換したりしています。基本的なテーマとしては未来は明るいです。そのテーマに関していろいろな最新技術や最新サービスなどの情報を交換しています。ぜひ一緒に情報交換していきましょう。参加方法は画面に表示している通りです。まず概要欄に記載していますが、僕の公式 LINE に登録してもらい、僕に何かしらチャットを送ってください。そうすることで僕の方が返信できるようになります。その返信でオープンチャットのリンクを僕の方から送らせてもらっています。
はい、で今日は朝の7時30分からツイッターのスペースを予定しています。可能な方はぜひ一緒に情報交換していきましょう。それと実はですね、昨日から酵素断食なるものをしています。6年ぐらい前に1回やった記憶があるんですけれど、久しぶりにちょっとやってみようかなと思って昨日から断食を開始しました。ちょうど今1日経ったところで、まあ、結構昨日1日空腹感できつかったですけど、まあ、なんとか1日を終えました。今日も多分空腹感に結構やられると思いますけれど、まあ引き続き今日もやって、一応3日間酵素断食でやってみようと思います。まあデトックスですね。でまあ効果もですね、早速ありまして、昨日1日で体重も2キロ落とせましたし、あのデトックスという意味も込めていいんじゃないかなと。まあかなりきついですけれどね、本当久しぶりに、6年前やった時も知人からいいよって聞いてやってみたんですけど、あの3日間も結構きつかった記憶がありますけれど、まあ、久しぶりに断食をしています。はい、ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。